こんにちは、糸仕事です。この YouTube チャンネルは仙台の毛糸や糸仕事が編んだものや毛糸などをご紹介するチャンネルです。12月になりました。ブログマスをやってみようかなと思っています。昨日気づいたんですけど、もう12月じゃんと。で、去年一昨年はやってないのかな。2020年のクリスマスにブログマスをこのチャンネルで初めてやって、そこでたくさんの視聴者の方とつながることができて、楽しかった思い出があるんですが、去年はすっ飛ばしてしまったので久しぶりにやってみようかなと思っています。まあ海外だと、クリスマスに向けてね、お家の中をデコレーションしたりとか、アドベントを開けたりとか、いろんなこう楽しいことがあるからブログマスっていうのをこうやるわけなんですけども、私の生活は特にこうクリスマスをすごく祝うわけでもないし、すごい家の中飾ったりするわけでもなくて、あんまりこうブログマスである意味はないんですけど、せっかくなのでね、毎日できるだけできればブログを撮るというのを年に1回ぐらいはやってみても楽しいんじゃないかなっていうことで、ちょっと今年はやってみようかなと思います。どこまで続けられるか分かりませんが、お付き合いいただけると幸いです。さて今日は、先ほど編み物教室とお買い物のお客様がいらっしゃったので、ちょっと1時間ちょっとぐらいここでやり取りをして、今帰られたのでおやつを食べて作業をしようかなというところです。ちょうど11月の1週間、仙台三越さんでポップアップショップをやっていて、そこから戻ってきた毛糸たちがあるので、今それをここに並べて、ネットショップに在庫を補充したりしてたとこでした。はい、まああまりこう毎日変わり映えはないんですけど、編み物のお供になればなと思って、ちょこちょこ作業の様子も撮っていきたいと思います。ではこれから糸を染めるんですけど、糸を染め、あとはご注文いただいてた糸を玉巻きして、これは三越のイベントのために染めた糸のラスト1個ちょっとご注文いただいたので京都に送ります。はい、あとは靴下、ちょっとね、編み物、編んだもの紹介の動画をそろそろ撮らないといけないんですけど、いっぱい編み終わったものがあって、この靴下も去年の12月に、藤崎で、オパールさん、オパールケイトのマルティナさんのイベントで買った糸、編み終わったんで、これをブロッキングしたいと思います。あとは、さっきご注文いただいた糸をパッキングしたんですけど、なんか近所のいつもお世話になってる郵便局がなぜか今業務休業中、郵便局が開いてなくてしかもなんか長期というか、いつまでとか書いてなくてすごい困ってるんですけど、なので家まで持って帰って家の近所のとこから出したいと思います。はい、そんな感じです。じゃあやっていきましょう。こちらですね。こちらは去年ご注文いただいて染めていたモヘア、追加で必要になったということなので、レシピを取っておいてよかったなと思うんですけど、同じ色で染め
ました。はい。こちらも一緒に送ります。こちらはプレゼント用にされると伺ったので、ちょっと袋を開けとこうかな。続いて糸を染めていきましょう。今日すごい寒い、すごく寒い。今お店にある糸はこんな感じになっています。そしてここにもっとあります。はい、ちょっとね、定番の糸とか何月の手染め糸っていうのはもうネットショップに、追加してるんですけど、この辺のちょっとシャイニーなやつとか、ふわふわのモヘアとか、モヘアじゃないか、これスーリアルパカですね。これもですね、この辺はちょっと気まぐれに染めたやつなんでまだ載せてないんですが、そのうち写真がちゃんと撮れたら載せたいと思います。いやはや水が冷たすぎる。そろそろ今日の仙台は7度とか6度とかで、夜6時は4度とかになってたっていよいよ冬がやってきたなという感じでした。今日は息子は保育園に行ってますけど、送るときセーター着せて、帽子もかぶせて毛糸に包んで送り出してきました。保育園の先生方が私の作った子供服や自分の服をすごい褒めてくださるので、いつもちょっと保育園に行くとモテモテで、非常にテンションが上がって帰ってくるんですけどやっと冬がやってきたなっていう感じで、今日はニットをたくさん着せて連れて行きました。よし、じゃあ靴下のブロッキングします。靴下はまあこれは特になんだろうな、お洗濯したいっていうよりは、これ見てくださいよ、ちょっとこう細いじゃないですか今回ずっと上から下まで足の甲のところ2目ゴム編みでずっと入れたんで、すんごい細くなっちゃって、入るんですよ一応私の足はね。これをちょっと見た目的にゆったりさせようかなっていう編んだもの紹介のためにそのためのブロッキングなんで、普通にちょっとあったかめのお湯につけて絞ってブロッカーにはめて乾かすだけにしたいと
ょっとせっかくなんでスティーブ・ウエストのショールもブロッキングしちゃおうと思います。じゃーん、これもうお湯にドボンします。お湯は温かくていいですね。 OK、 じゃあお湯が冷めたら取り出して脱水します。すごいタイミング悪く電池がなくなっちゃったんで今充電しながらで遠いんですけど見えますか、ショールをブロッキングしてます。すごく大きいです、ピン打ってもいいかなと思ったんですけどあんまりギザギザにしたくないしちょっと縁がくるんとなるのだけ抑えられれば、まあ、ただ広げておいておくだけでいいかなっていう感じがしたのでとりあえずこのまま乾かしたいと思います。あと靴下も見てです芸術的な感じで絶妙なバランスで立っております。サックブロッカーにはめてそこに立っています。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います、ブログマス何日間続けてできるか分かりませんがのんびりやっていきたいと思いますのでぜひお付き合いいただけると嬉しいです。それではまた明日。